今日の学言。 Hi everyone, good morning, ちぐさです。はい、皆さん、今日も月曜日の朝8時、GACKTさんのインスタグラムからちぐさのおすすめ英語ポイントを皆さんに今日も紹介していきたいと思います。では早速今日の学言いってみましょう。Happiness, smile, joy, kindness. Don't hesitate to share these more with people around you. One day they will multiply and come back to you. 今日のちぐさの English ポイントは hesitate です。これは結構実は日常とか、あとメールとかビジネスのメールとかでもよく使うんですけれども、 Don't hesitate to blah 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 っていうことで、遠慮せずに言ってくださいねとか、遠慮せずに何々してくださいねっていう感じで使います。 Don't hesitate でこう手を差し伸べたりとか、また丁寧な言い方だったりするかな。で、今日のGACKTさんの日本語では出し惜しみということで、英語では grudge って言うんですけれども、どちらかというとそっちはちょっとね、恨むとか呪うとか、そういったちょっと強い感じのイメージの単語になっちゃうので、GACKTさんはあえてこの英語訳では don't hesitate を使って、こうみんなに勇気を与える、元気を与える、そんなニュアンスで英語を使っていました。はい、ということで早速今日のトレーニング例題6つ見ていきましょう。まずは一つ目、 Don't hesitate to contact me when you need help. これスラスラと言えたらいいですよね。二つ目、 You don't have to hesitate to ask me. I hesitate to answer the phone call. こういう時ありますよね。 She hesitated to talk about her boyfriend to her family. 五つ目、 I hesitate to go to the party because I don't know the person well. 六つ目、I hesitate to talk to the tourist because I'm not confident with my English. はい、こんな感じの6文いかがでしょうか。結構ね、こう躊躇することってたくさんありますよね。そういう時に使えるフレーズです。Don't hesitate で、こう遠慮なく言ってね、躊躇しないでねっていう感じが伝わる。結構ね、人に勇気を与えたりとか、あの気にしないでいいよっていう言葉になるので、たくさん使ってみてください。今日のね、GACKTさんの格言、私もこういった人間になりたいなと思って日々生活しています。喜びだったり幸せだったりとか、本当に出し惜しみせずにね、私でもみんなにね、こういろいろ皆さんが辛い時とか悩んでる時とか、そういった時に私が皆さんの手助けになればすごく嬉しいし、もうね、どんどん自分のこう学んできたスキルだったり、自分の考えっていうのだったりとか、いろいろみんなにこうね、シェアしてね、今後も YouTube を通してみんなにシェアしていきたいなと思います。はい、ということで皆さん、今週1週間も、はい、ということ、喜びだったり優しさだったりっていうのはぜひね、たくさんの人にシェアしていきましょう。OK, that's all for today. Nextep ちぐさの YouTube 英会話教室では、月曜朝8時、GACKTさんのインスタグラムの格言から English ポイントをお届けしています。この動画が皆さんのお役に立てたら、ぜひ高評価、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた皆さん、来週月曜日お会いしましょう。まあでもね、火曜日と土曜日も英語のコンテンツ出すので、よかったらそれも見てください。私もインスタグラム、ツイッターやってるので、もしよかったら見てください。 Alright, so I will see you next time. Bye bye.